はいどうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。コマミでしたね。転生なのかな。はい、ハイスカチャレンジね。コマミ急性コマミ損傷庫来ましたね。これは転生なのかな。ちょっとやっていきましょう。絆のドロップとかがあるみたいですけど、転生ですね。プリチーだ。プリチー、そして駒さん孫作か。なるほど。夏休みキャンペーン開催、小生スイカにゃん長運をプレゼント。この前、去年と一緒ですね。ビンゴミッションやログインボーナスね。はい、ということで、長画者が天聖白駒伝統、あ、そっか、不思議枠ね。はい、ということで、限界突破とバリアを受けたとき打ち消しが発動。これちょっと難しい発動だな。たたりと打ち消しを持った必殺技で先制攻撃しよう。どうなんでしょう。ちょっと確定ハイスコアチャレンジはね結構重要だから。いや出てもいいよ。うん、金か。うん、まあ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 、こんなもんだよね。はい、じゃあやっていきましょう。まあこの辺のね、ルビーシュラコマたちはギラコマ持ってるんだけどね。はい、なんで今回のイベントは持ってるって感じかな、個人的には。急性コマミ、妨害に秀でた強力な妖怪。で転生白駒伝たまればドロップ率10倍、10回とね、10倍ね。はい、じゃあまあとりあえず雨ミキサーから開けていきましょうかね。皆さん雨やっときましたかね。集会はこれやってねえな、集会。せっかくね、中央あたりだ、せっかくさ、スゴロクイベントでね、まぁ、ちょっと初級後だけやっちゃうか。ルールをね、こう見ながら、勇まし2体 C ランクさんと、せっかくログインでね、ログインボーナスで結構サイコロもらえたからね、2000サイコロ回せたんだよね、本当はね、今回ね。いや、本当にやっちまったぜ。こんな感じ？で、今回一応特攻ちゃんみたいなやつが、イベントギラコマだけか。あれ、ルビーシラコマ持ってなかったっけな、別のアカウントか。まあなんかブレブシラクまでとどめを刺すというのかな。だからまあ最初あれだよね、ルビシラク持ってないの。最初は特攻出るまでは適当にやって、特攻揃ってからしっかりやる、ちゃんと周回するでいいのかなと思うけどね。まあギラコも活躍させられるの嬉しいね、ちょっと。さあ、
こまみちゃんか。間に合った。勝ちましたね。まあ、こんな感じでやっときましょう。一応こまみちゃんはここにありますね。特殊ボーナスのところを見ると電探でラストギラコマ電能力 30% アップ、遠征していると大覇王コマさんのドロップ率アップ、これはいいね。でルビーシュラコマはポイント 100% アップ。あ、持ってないんだ。この前ゲットしたの連夜化か。あ、そうだよな、サバカだもんな。あれ大釜演術持ってないので、全能力 30% アップ。これまだゲットするの忘れちゃったんだな。いやー、でも今回順位も低いんだよね。そして今回ね、スイカニャンが当たるんで、ぜひスイカニャンですね。で、国取りは個人順位が77位と162位だもんね。過去ワーストと言っていいですね。ちょっと微妙だな。ちょっとあれだね、大釜、大釜はそっか、そうなんだよな。大釜ぐらいちゃんとゲットしとくか。まあでも大釜もこのイベントでいらないっちゃいらないんだよね。あんまりなんちゃら箱もね、超級も失敗したしな。今回本当にちょっと私もちょっと体調崩しちゃったってなったんだけど、まあ今更オガマゲットですね。すっかりゲットするの忘れてましたね。サブアカだからかなり殻が多い。で一応ね、入手方法はこまみちゃん入賞方法はね、ここにあります。絆のドロップは今回極級1が前半戦から登場するので、極級1をね、やりましょうというところですね。合計ドロップ20回。なるほどね。前半戦は10回。で、大覇王コマさんがついに来ちゃいましたね。大覇王コマさんってランクアップイベントだったのにな。ついにやってきましたね。で、ドロップはここで回復。確認できるとね。コマさんも円やかとか完成、コマさん完成してる人はベテラン勢ほとんど完成してるだろうからね。いやー、待っててよかったな。そして今回の大覇コマさんはね、雨妖怪じゃないので強化もしやすいんでいいんじゃないかな。うん。そしてミッション報酬でももらえると。まあちょっとガシャ頑張るか。電探か。電探クール。いやー、そっか。で、一応ログインボーナスで、毎日最大50コマミちゃんもらえるので、これもいいね。だしっかり、稼いで、つなげましょうね。コマサンデーですね。いやでも前半戦最大500獲得できるってかなりでかいぞ。後半もいけんじゃないのかな。で、コマミは7503突までいけるんですね。なんで総達スコアとログインだけでいけんのかな。うん。で、バトルスコア欲しいね。まあミッションもね、いけんのかな。ちょっとその辺も、まあランキングね、ダメでもいけそうなのがちょっと嬉しいかな。最近のやつはね。はい、こんな感じで。ぜひね、ゲットしていくといいと思います。いや、俺、コマさんは申し訳ないな。ちょっと来るんじゃねえかなってちょっと思ってたんだよね、コマさんは。なんで、今まで交換してないで、このアカウントとしてはまあまあ
良かったかもしれないですけど、まだね、あの関東ついてない人はね、いいんじゃないかなと思います。これでコマさんね、強いからね、攻撃早いし、今でもねバリバリだから。であと夏休みキャンペーンとかねあるんで、その辺とログインボーナスもあるんだね、スイカにはもらえる。あとスタミナも減ってたからちょうどいいな。はい、超ガシャ限定ビンゴミッションもあるんだね、超ガシャチケットもらえる。で札ドロップ金土日じゃないな、木曜日だな。はい、で高難度気力半減という感じで、国取りもまた新しくなりましたねという感じで、またあの伊達天を貯めなきゃいけないねって感じですけどね。はい、という感じで頑張っていきましょう。メインヤカは全部持ってんな、特攻多分。はい、なんで楽ちんちんでいけそうだなという感じします。ブリッジ小生じゃない、ブリッジ転生か、また来たね。電探どうなんでしょう、ちょっとこっちで見るか。電探ガシャ回さないとね、限界突破するとバリアなんてそう受けないよな。自分でバリアを作るって感じか。バトル開始力 30% アップ、これ効果6だね。ポカポカ80、あ、これだけで私欲しい。ポカポカの時に超レギュラーキャラだ。なんでプリチーキラーにしてくれなかったんだ今回のイベントでね。はい、まあでもいいんじゃないかな。はい、電探前衛なんだな。そうなんだね、俺も。あ、攻撃速度めっちゃ速い。あ、世界一かも攻撃速度。はい、ということでいいんじゃないでしょうか。非常に必殺たたりと打ち消しか、これが私使いこなせてないんだけど、まあちゃんと使いこなせてる人のあれですね、攻撃速度速いし役に立ちそうですね。ストーリーはちょっとあれだな、ガシャ回すの時に見ようかな。はい、バリア全体で3が力を受けたと、力アップ受けた時に超サボり、なんかこれも微妙に強いぞ。バリアを受けた時全体の4ゲージ以上、なんか3も微妙に強いな、超サボりばらまくのも。はい、という感じで、うん、まあいいですね。私こういう分かりやすいポカポカ 80% とか好きなんで、はい、いいんじゃないでしょうか。ぜひストーリーもね見てみてください。私はこのアカウントはあれですけど、メインアカはおそらく到達するんで電探ゲットになるかなと思います。まあちょっとコマミちゃんいるんでね、あの転生がゲットしやすくなるハイスコアチャレンジなんで、まあ電探ね行ったらいいんじゃないでしょうかね。こっちがね小生だったらちょっとあれだけど、ハイスコアチャレンジがね転生なんでね、はい、電探ゲットしてね、ガンガンにコマミちゃんゲットするのもありなんじゃないかと思います。はい、じゃあ頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、なるほどね、またお会いしましょう。さようなら。いやー、サボったな、せっかくサイコロ1000あったのにな。スゴロクはサボったっす。一応でも到達はしたんだけどね。